どうも岩野です。今日は2023年12月1日12月に入りました。でご覧のように後ろには札幌駅があります。はい、お分かりでしょうか。これから出張でございます。今回はですね、神奈川の方である日本健康心理学会という学会に行ってまいります。今ね、何度これ、朝8時ぐらいなんですけど、マイナス3度ぐらいですか。この時期ね、着るものちょっと困りますね。はい、このちょっとダウンジャケットなんですけど、さあ、あったかいかな向こうは。行ってみたいと思います。新千歳空港の広場です。さすが12月ってこともあって、クリスマスツリーがありますね。北海道はこの時期は結構いいと思うんだよね。フライトします。あれに乗ってきました。羽田空港到着。炭治郎もいます。昼飯はてんやの天丼です。美味しそう。いただきます。いや、今買った切符落としてめっちゃ探してきました。やっぱりトラブルのね、俺ね。というわけで、とりあえずこれから横浜に行きます。さあ、横浜着いたぞ。これからですね、横須賀線で鎌倉に行こうと思います。少し早めに着きましたのでね、観光でもしましょう。鎌倉です。ただいま鎌倉駅に着きました。人を、さあ、これから少し鎌倉観光に行ってみたいと思います。やっぱそうね、有名なところは何か所かありますね。すげえな。さあ、今私はですね、鶴岡八幡宮に向かっているのですけれど、いやー、懐かしいというか記憶もおぼろと申しますか、鎌倉に来たのはですね、私が大学生の頃なので、もう20年以上前でしょうか。あ、そうだ、大学1年の時に関東をバックパックしたことがあるんですよ。あれ、関東だったっけ、違う、京都で数日過ごして、で東京の方来て、でそれから仙台まで行って帰ったんだ。半月ぐらいですかね。なのでもう20数年ぶりですね。もうちょっと頻繁に遊びに来てもよかったかなと思うんですけど、でその時にですね、鶴岡八幡宮にも寄ったりって感じですが、札幌に戻ってきて半年経って、なんか最近は大学からの仕事もちょっと次年度の件で連絡もらうんですけれど、いやー、なんか時が経つのって一瞬だったなって感じもしますし、半年前がはるか昔のようにも感じるんですけれど、お、見えてきましたよ、奥の方。この動画を見てる頃には皆さんがね、どんなことを考えて来年とかこれからのことをね、
どうしようと思ってるんでしょうかね。さあ着きましたね、八幡宮前。さあ鶴岡八幡宮到着しました。ここはですね、平安時代に源氏が建設したというふうに言われておりまして、修学旅行生がすげえいるな。おい、やはりまあ鎌倉といえばここにね寄らなきゃって感じですが、有名な逸話としてはですね、源頼朝が平家合戦の前に必勝金閣寺に来たというところですね。じゃあ洗っていきましょうか。さあ行ってみましょう。前回来た時は18、19くらいだったと思うから、しっかりめに年を取りましたね。では八幡宮行ってみましょう。あら、イチョウがまだ綺麗ですね。イチョウかこれ、イチョウだなこれ。あらあら、さあ登ってきました。反対から見るとこんな感じです。奥の方に道がずっと通っているの分かりますかね。参拝してみましょうか。次の目的地は、右でいいのかな。行ってみましょうか。こっちか。レッツゴー。そういえば20年前何やったかって言いますね、まあ、大学生やったんですけど、高校までねやっぱりこういろいろね部活とかもやったせいでできなかったことたくさんあったんですよ。だからこうねえ、一生に1回しかないんだから、なんかいろんなとこ見てみたいなと思って、でバイトして長期休みのたんびにどっかに、まあ、プラーっと一人で行ったって感じなんですよね。まあ、今も似たようなもんかというわけでですね、関東でプラプラ数日過ごした後ゆっくり北上したってことがありました。旅好きなんでしょうねやっぱり。でその時に江ノ島に来て、江ノ島というか鎌倉に来て1日ぐらいふらーっと見てたけど、まあいいとこだなと思ったんですよね。ただですね、一つ、まあ、今としては思うのが、私アジサイ結構好きなんですよ。なので梅雨時期のアジサイ寺に行きたかったなっていうのが前々からね、その行きたいところの一つであったんですよ。私が行ったのは夏休みだったかな、あの時は。だからちょっとねアジサイのシーズンじゃなかったので、来年は行ってみたいな、まあ、行けるような仕事ですからね私もね、フリーランスで。ウェブだったらねどこにいたってできるわけで、そういう面ではいい働き方だと思いません？フリーランス。今回の学会はですね、日本健康心理学会ということで、一応私がですね研修ということで90分最終日に話すんですけど、話すタイミングがね、話すタイミングがさ、最終日の一番最後なんですよ。誰か聞くのか、そしてその時間にされたら俺当日帰りづらいんですけどっていう、そういうわけで後泊します。もう無理はしない、無理して帰ったりしないもん。
でまた今回もですねアルコールの話を話します。で今回ですねその話をすることになったのは覚えてらっしゃいますかね。2022年ストレスマネジメント学会っていうのが久留米でありました。久留米大学開催校でした。でそちらのですね大会長だった岡村先生ですね、そちらの方からちょっとなんか喋ってくんないというふうに言われまして、まあ、2つ返事で OK をしたっていうね経緯があります。いろいろお世話になってますからね、はい。でその翌日にですねことまた別の先生から話してくんないって言われて、いやーちょっと俺もう OK しちゃったんでっていう話がありまして、はい、ちょっと申し訳ないけど片っぽにさせてっていうふうな話をしたりしました。まあ、健康診断私も最初の頃から自分のキャリアの最初から入ってる学会なので、まあ、ぜひね何かしらをご協力したいと思ってますし、まあ、私も研究推進課と労働部門の委員やってるので、まあ、あんまりね内部してるのもできないなと。お、なんか急にいきなり神社が発見っていうね、鎌倉のこういうところは京都っぽいですよね。至るところにいろんなものがあったりします。鎌倉いいとこだと思うんだよな俺。何がいいって結構コンパクトなんですよ。だからこう1日2日である程度見て回れるとかさ、京都だったらもう1週間ぐらいいないともう全然わかんないじゃないですか。また広いしさ、なので、まあ、そういう面ではこう観光客が数日来てゆっくりして、まあ、ゆっくりした街並みだしねというのはいいとこだと思いますよ、はい。サザンもねこの辺りの歌歌ってますし、江ノ電でも乗ってみましょうかあれだ、見つけた、サスケ稲荷、銭洗弁天とサスケ稲荷がね、隣接してるらしいんですけど、本命はこっちだよ。あ、なんかお稲荷様がおる、にゃんこもいた。にゃんこよ、こんばんにゃん。にゃんこに導かれております。お前どこ行くんだ。どこ行くねんって。お前さんも参拝するんかい。かわいいの。よいしょ。なんか捕まえるんでしょうか。そして稲荷到着でございます。参りましょう。じゃあなにゃんこ、どうした。さあ参りますぞ。おお、これまた結構な鳥居ですな。そしてなぜかにゃんこに誘導されてる俺っていう。あの、これはいいね。どうしたのあなた。あ、結構長いぞここ。サスケ稲荷神社、サスケというのはですね、鎌倉の頼朝さんのことですね。スケ殿、スケ殿って言われたので、そのお祈りされて助けたからスケ殿を助けるということでサスケ神社という名前になったそうです。おお、どうしたにゃんこ。横見それます、行かないの。おお、すご
ごいぞすごいぞ。お前リラックスしてるだろう多分。人慣れしてるなお前。お、稲荷っぽく狐もいました。さあ登っていってみましょう。お、にゃんこくん、じゃあ北海道ありがとうって。まだ行くんかい。上が見えたぞ。お前上まで行くのか。猫に導かれた、まあサスケ神社へ参ってまいりました。猫の導きですね。着いた。ガイドありがとうよ。猫くんはあちらに行ってしまいましたが、無事着きましたね。あ、でもすごいぞ、なんか登りがたくさんだ。どれどれ、なんかこう大量にお稲荷さんがおります。すごいね。そしてで、この登りは何でしょうね。行ってみますか。なんかすごいぞ。あ、上にもなんかあるんだ。保持されてるようです。さっきのにゃんこの行った道はこっち、あれこっち、あ、にゃんこありがとう。こっちから登れんのか。はは、猫に恩返ししなきゃ。わあすごい。すごいぞ、おい。とんでもねえことになってるぞ、これ。マジか。え、何ここ。すごいことなってるんですけど、これ予想以上ですね。はい、後ろに大量のお稲荷さんがいます。こんなんだと思った方びっくりしました。なんか将来が開けますかね。そうそう、あのサスケっていうか鎌倉殿の、源頼朝の戦勝を助けたっていう意味なので、勝ちを拾うと申しますか、切り開くと言いますか、私のこれからの商売も繁盛してくれるといいと思うんですけどね。にゃんこまたあった。今度はどっち連れてってくれんねん。おおうおう、工事中だったところだ。そっち上がれるの？さすがにこれは無理でしょう。よいしょ。にゃんこさん。じゃあそろそろ君とも別れだ。バイバイ。
教えてくれてありがとう。OK です。ちょっとお仕事で、ここはどこだ、神奈川県に来ています。風呂をしろようかなと思っています。平日ですが人がめちゃくちゃいっぱいいますが、定食屋さんです。美味しそうです。しかしの食堂を食べたいと思います。飯原さんも来ました。あ、いいな、しらす丼。すいません、しらす丼食べます。めっちゃいいじゃん、俺も食っていい。どうぞ。いただきます。ですね、二色丼と、はい、食丼はい、あと飲み比べセットで、はい、ビールの飲み比べです。はい、はい、お疲れちゃん。うん、うまい。あ、そういう方法あるんだね。あ、そうっす。なるほどね。さ、聞いてよ。今日さ、そのホテルが結構埋まってたからさ、うん、安いサウナ付きのさカプセル。カプセルかなこれ。そしたらさっき連絡あってさ、うん、お客様の予約は女性限定プランになりますのでキャンセルさせていただきますって。マジ？だからこれから探すしかないじゃん。マジ？いやー、びっくりですわ。私の部屋ツインとかだったら泊まれるかもしれないけど、とりあえずスカイスパー泊まれないかこれは確認します。やばい、トラブル続き。トラブル美味しいと思って俺がいるよね。さあ、時間ギリギリ前に到着しました。鎌倉の大仏です。さあ、中にちゃんと入れるのでしょうか。入れそうかな。高徳院って言うんだね、正確には。私意外と鎌倉の大仏初めてだ。あ、出ました。伝わるかな、この大きさ。でかいぞこれ。でかい。青木くんが珍しくはしゃいでおります。めっちゃでかい大仏。青木 with 大仏です。これすごいっすわ。すごいよね。めっちゃすげえ。めっちゃでかいわ。これはすごいぞ。これはテンション上がるよね。絶対なんかいろいろ考えて作ってんだろうな。これはきっと来るべきでしょうね。夕暮れの大仏です。内部に侵入します。お邪魔します。階段がありますか。あ、すごっ。え、すごっ、すごっ。すげえ。すごいですよ、皆さん。大仏の中か。岩野さんが産み落とされました。大仏さんです。わー、すごい。今日ばかりは岩野さんじゃなくて体内を移したい。すげー。大仏を眺める。岩野でございます。岩野優です。先ほどはそこの中から入って、そうだ、ね、大仏の中へと。あの中だね、体内いましたよ。体内でした。体内から出てきました。岩野誕生です。誕生って終わったばっかりやん。鎌倉来たなら一度はおいでって感じです。大仏でした。なんか今江ノ電が来るそうなので、岩野さんと江ノ電のショットでも撮ってから行こうかなと思います。江ノ電乗ってないけど、本当に来るのか来ないのか、どっちなんだ。鎌倉といえば江ノ電ですよね。ですが、来そうな気配はある。来そうな気配はありますね。
江ノ島電鉄、略して江ノ電鉄。江ノ電とか最高ですよね。エモーショナルの塊みたいなもんだ。予習をね。あ、来た来た。来ました。エモが固まってきました。藤沢駅じゃん、あれ。うん。で、藤沢にさ、昔、いや今もあるんだけど、うん、テニスの合宿場があってさ、あ、そうだ。で、そこに春、夏、冬休みはずっと行ったんだよね。あ、藤沢に？うん。北海道から。そう。あ、そうなんだ。結構有名でさ、プロ選手も輩出するとこだったから、そのなんだ、すごいっす。合宿の受け入れもやってて、それこそね、あの、この間が日本2位だった、ソエラゴー君とかさ、そこの出身だからさ。あ、そうなの。そこに岩野さんも行ってしのぎを削ってたんです。おー、だから1回、まあ、大体1週間から2週間ぐらい泊まってさ、しんどかったけどね。だその頃から勝ち卒のマインドセットが調整されてたんです。そりゃそうや、なんか勝てなかったらボロクソ言われるからさ、死に物狂いでやったよね。そうっす。それはすごい懐かしいよ。由比ヶ浜に来たらその通りの絵が撮れます。サンセットに間に合いましたね。間に合いました。こっちの海はな、入りやすそうでいいよね。そうっすね。オホーツクは寒くて入れぬ。オホーツクは入るもんじゃないでしょ。日本海じゃない、太平洋だからか。ああ、なんか漁村って感じですね。これだけ見るとめっちゃ函館っぽい。ああ、でもサーファーの人いる。あれですか、ビーチボーイズですか、やっぱり。千葉の。千葉。先ほど俺がビーチボーイズはこっちじゃねえかって間違ったのに突っ込まれました。ああ、でもめっちゃいいな、エモいっすね。おお。砂浜はいいね。砂浜いいっすね。やっぱ下の海岸がいいかな。そうだ、上の海岸、横の海岸。浜育ちの青木くんも落ち着くそうです。浜です。今回も中華街に参りました。半年ぶりだね。そして今回の同行者はいつも通りの青木俊太郎くんと、はい、矢島です。はい、別府大学矢島先生です。イエーイ。来年学会するよ。来年の学会、健康診学会はですね、別府であるんですよ。大会長、大会長一言、はい、皆さん来なさい。来てください。そして我々は来年の記念をしながらちょっと中華を食べようと思っております。さて、いや参りましたと中華街。それでは行ってみましょうか。お、中華街っぽい。やっぱりいいね。やっぱ日本一だろうね。でしょうね。チャイナタウンですね。やっぱなんかいいね。
ワクワクするね。あ、見えた、あれだ。開いててほしいね。さあ、これだ。シャンチュー行ってみましょうか。じゃあ、お疲れ様です。この顔である。ごめん、これあれですね、豆腐とベーコンのめちゃ辛いやつですね、はい、めっちゃ辛いです。あ、岩野さんが帰ってきました。あ、これはこれは豆腐とベーコンのめちゃ辛いやつです。あ、これがベーコン、ベーコン、おいしい、めちゃめちゃ辛い。いただきます。ダメだ、匂いしてる。あ、うん、それそれだ、ダチョウクラブでしょ。そこまで辛い、そこまで。ちょっと辛い、予想よりは辛いです。フカヒレをお裾分けいただきます。これもこんなの初めて見た。フカヒレ、本場のフカヒレ。もちろんこれ。おお、すいません、返信はしません。フカヒレですね。さあ、念願のフカヒレを食う青木です。だって前回は食べれなかった。前回はフカヒレスープだった。今回は矢島さんのおかげで。矢島先生ありがとう。いただきます。どういう表情なんだこれ。いや、食べたことない味と食感で、正直ちょっと戸惑ってて、ちょっとなんかイメージしてたものと違う感じでしたね。なんか味わいが深いです。予想以上に。これが何でしたっけ？鳥の。あ、一番最後よだれ鶏的なやつだ。時間置いてからさ食べようって待ってたとかじゃなくて、なんか食べそうした方がなんかいいだろうね。そしてね、こちら蜂の巣の匂いがね、めちゃくちゃいい匂いなんですよね。蜂の巣はあの灰、灰じゃないですかね。牛のなんですね。でこの香りがね、またあの本場 中国のっていう感じがしますね、はい、美味しくいただきましょう。さ、小籠包が来ましたよ。珍しい、逆に青木が行く。いい笑顔、珍しい、珍しい、青木笑顔。これでもあれなんですよ、やけどするから、ちょっと開けたほうがいい、開けたほうがいい。そうそう。あ、いい顔が、この顔である。やっぱこれ、ここのやつはうまい。うまい、うまい。めっちゃうまい。ショロンプはあの、その皮の中の熱いのをね、先にやるって言うんですよ。これうまい。そしてここの店やっぱうまい。ここの店うまいね。あの、皆さんも横浜にいらした際は、ぜひこちらへ。あそこずっと太ってる。シャンチ、ん？シャンチューでいいのかな。オーチャンですかね。おはようございます。初日はこれから始まるんですけど、移動のあと一泊ですね、したんですが、まあ、先ほどの動画見てもらった通り、1日目のホテルとかですね、2日目も3日目もホテルが取れなかったのでキャンセルになって急遽ですね、こちら晴れ旅さんですね、中華街の元町にあるサウナ付きの、トラベルインです、こちらに入らせていただきました。というわけで本日のね、学会初日行ってみたいと思います。お、鑑定日をなんかやってますね。前回は精神神経学会の時にちょっと来ましたね。これは鑑定病ですね。
ちょっとおかゆかなんかでも食っていきたいんですよね、朝飯。わかります、これ揚げパンなんですけど、ヨーテアオって言って、よくあの北京の大学にちょっと1ヶ月ほどいた時は毎日食べてました。美味しいんですよこれ、うん、これとなんかあのミルク的なやつとかよく朝食ってましたね。懐かしい。さて会場行ってみますか。何だこれ。あ、春節の準備か。正月の準備ですね。着きました、神奈川大学みなとみらいキャンパス。すげえおしゃれじゃねえか。すごいっすね。さあここが本日の会場でございます。行ってみましょう。なんかかっこいいぞ、ビルみたい。普通の当日受付行ってきまーす。大キャンパスがイルミネーションで綺麗です。そして青木くんです。はい、久留米大学の岡村さんです。お疲れ様です。去年の学会お疲れ様でした。ああ、どうも、いろいろサポーター嬉しかったです。ありがとうございます。今後も多分一緒に仕事をすると思うので、ちょこちょこ、ね、登場してもらうと思いますけど。あ、もうぜひぜひぜひ、もう岩野先生だったらもうウェルカムです。ウェルカムですか。こっちはウェルカムです。ありがとうございます。ズーム会議の時にダイレクトで、わっ、また人気 YouTuber に会えた。そう、毎回会議のたびにチャット欄で DM でくれるんですよね。桜木町の夜です。あくん、お疲れ様でした。健康心理学会一日目終わり。はい、私は何もしてただ聞いてただけという。すみました。私は学会員でもないです。学会員でもないのに出てるっていうね。学会でないところに出る方が最近は面白い。そして懇親会に出て、その後飲み会にも出てって感じですね。学会でもないのに、なんでそんな深いところまでいるんだってところまでいます。そして明日も参上と。明日は岩野も参上しますのでよろしくお願いします。疲れたのでクエン酸サワー疲労を感じて、はい、明日に備えましょう。じゃあいただきます。いただいてください。はい、ただいま岩野と青木は初日の何時会でしょうね、分かりませんけど締めを行こうと思ってます。3時会ぐらいじゃん。3時会ぐらいかね。そんなになんか飲んでないぞ。はい、こちらは煮干しと岩野です。最後食べて。はい、初日が終わりました。結構いい時間まで飲み食いしてましたけれど、久々にいろんな人とね会ってきました。でも今日ですね、健康診学会の初日第1日目でしたけれど、いや面白かったですよ。こちらね、健康診学会のプログラムですけれど、午前中はですね、三原さと子さん先生の健康診学会研修会ということで、インターネット依存ゲーム障害の現状と課題ということで、三原先生は心理職なんですね、心理学者なんですけれど、栗浜、これね知ってる人は知ってるんですけどね、栗浜って栗浜医療センターっていう、まあ、日本の依存症のメッカがあるところなんですよ。そこのゲーム依存のプロジェクトの、まあ、チーフをやってらっしゃる方なんです。だからね、結構その
依存症はたくさんいろんなことやってんだけど、ゲーム依存ってやってるのが少ないから、その最前線の話とか結構聞きましたね。面白かったですよ。その今その小12歳以下の方のそのゲーム依存が増えてるっていう話だとか、そのあんまりやりすぎてると肥満だとか、肥満じゃない、骨粗鬆症か、骨密度の低下とか、あと肝脂肪が増えてるって話。つまりこれは運動とか他の生活様式をしないことで体に影響が出ていて、で体に影響出てまずいよねっていう話を結構するので、その通院し始めにちゃんと体のことをチェックするっていう話をされてました。でこれは合理的だなと思うし、一方でそのそういうネット関係のその教育とか付き合い方をちゃんと考えないといけないっていうふうに結構思いましたね。あとね、午後もね、面白かった。そう、島津先生、島津明人先生と、慶応の先生なんですけど、この方は、ワークエンゲージメントっていう、働く人のね、没頭とかそういうのを日本に輸入した人です。ユトレヒト大学の、2005年か6年かな、に留学していて、まあ、そこでシャウフェリ先生っていう人から直接学んだあの方なんです。まあ大体日本の産業系で島津先生か、まあ、種市先生、桜美林大の種市先生、この2人を知らないとモグリだって言われるぐらい、まあ、そのビッグな方なんですけれど、その方のね、こう数年の働き方に関する研究、特にですね、その例えば、共働きのお母さんがワーカホリックだと、お父さんがすごい困るだとか、あとお父さんがワーカホリックすぎると子供の肥満が増えるだとか、そういったその仕事と家庭っていうところも含めた研究がすごい面白かったです。いや、ここはねちょっと一回きっちり調べてどっかで喋りたいなと思ってますね。いや、初日でこれです。めっちゃ面白いです。明日いよいよ私の出番です。ただね、一番最後なんです。みんな帰ってるんじゃないって思うんだけど、まあそんな感じの中でも喋らせていただきますので、乞うご期待って感じですね。それでは1日目のアナウンスはこんな感じでした。明日2日目もよろしくお願いします。レポートします。学会2日目です。さあ今日は私の出番なんです。最後の最後なんですよね。最後かいと思いましたけど、じゃあこれからねまた会場に行ってみたいと思います。2日目も着いたぞ。神奈川大学みなとみらいキャンパス、これ普通になんかオフィスビルみたいですよね。めっちゃ綺麗なんだよ。中見せれたらね撮影したいんですけど、なかなかそうもいかんという感じですが、年内関東に来るのはこれ最後ですね。本当はね、なんか関東って結構いろんな知り合いがいるのでちょいちょい会いたいんですけど、そう全員が一個の集団じゃなくていろんな知り合いがいるので、結局誰に声かけようとか思って学会に参加してる人たちだけで集まっちゃってっていうのがね結構あるんですよ。いやね、ゆっくりいろんな人となんか数日にわたって会いたいところなんですが、まあそれでもとりあえず今日はねお役目をちゃんと果たしてこようと思いますので、はい、この後の学会レポートもいたします。ちょっと昼飯食いに出てました。鎌倉じゃねえや、横目綺麗だな街が。さあこれからいよいよ研修会喋ってきます。90分ですな。でも直前に松本敏彦先生の特別講演があったので、その後で話すっていうのはなかなかにプレッシャーです。お、これは横浜美術館ではないか。あ、やっぱり今度行ってみたいんですけどね、横浜美術館。
それはまた次の機会になりますな。あーでもいい雰囲気、すごい。反対側はこんな感じになっております。さあいよいよ始まります、研修会。頑張ります。青木くんです。青木です。上野から帰るよ。無事に研修が終わって私は青木くんと合流して上野まで参りました。私は帰る。青木くんは帰らない帰らないというか、まあ後泊ね。青木くんはあの新幹線がね上野から出ますので、この辺りでちょっと最後に少し語らおうという話です。でこの後あの今回の各界の振り返り的なのを10分ぐらい撮って、それを中に立って、はい、というわけで青木くんがなんかどっかお店がないかと探してくれております。この画角すげえ街録チャンネルっぽいです。あ、そうです。無事終わったよ、マジで疲れましたね。はい、適当なところに行きまーす。いや、終わったね、青木くん。まだすぐ参加してるだけなんですか。ちゃんとことはなかった。しかも、控えんだしね。控えんのかかわらず来る。まあ、研究の打ち合わせがね、あったからね。まあでも お互いお疲れ様でした。会員じゃない学科に来るのも結構面白いですね。それあるね。絶対的に新しい発想が出てくるっていうのもあるし。というわけでおでんで今日は締めたいと思います。お疲れ様でした。一泊しました。ただいま上野です。これから帰ろうと思います。遅い時間の学会の仕事って本当ね疲れますな。はい、さてじゃあ皆さん学会レポートいかがだったでしょうか。ちょっと楽しかったらいいなと思います。というわけでまた。岩野がやっている認知行動コンサルティングオフィスでは研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄からぜひ。